い、どうも皆さんこんにちは、ゆうぽんです。ゴリスポさんと大井さんです。よろしくお願いします。どうもゴリスポです。今日も引き続きこのお二方と一緒にやっていくんですけど、はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、そのグローブ大好きなゴリスポさんに。そうですよ、よくご存知で。もうずっと動画見てますか。見てくれてるんですか。いいね、ありがとうございます。なので今日はそんなゴリスポさんに、はいはい、今日持ってきたグローブここに並べてあるので。めっちゃ持ってきてますやん。見てもらおうかなと思います。ぜひぜひ。じゃあ行きますか。行きましょう。はい、じゃあまずこちらのグローブなんですけど、おこれが自分がいつも試合で使ってて、今も試合で使ってて、高校の3年間で使ってた。高校3年間でずっと使ってたグローブ。これさっき聞いたけど、これ高校野球から初めて肩つけたようなもんなんじゃないですか、これ。そうです、ね、言うてみたら。言ってしまったらそうです ね、 ね、これ坂本選手っぽい。いやいいっすね。ね、うん、はめてみますよ。どうぞ。いいっすか。浅いね。浅いっすか。めちゃくちゃ浅いですよ、これは。めちゃめちゃ浅いですよ。これまあ違うチャンネルで言えば守備猿さんみたいな。あ、そうですね、うん、感じですよね、これ、うん、浅い。これどんなイメージで片付けたんですか。いや本当にもうその自分がその野球始めた頃からその掴むのが苦手で、逆に当てるのが得意だったんですよ。当ててなんかその立って逃げ返すのがなぜか得意で。特殊やな。なんでか分かんないんですけど得意で、ただ逆に掴むの苦手なんですけど。なるほどね。なのでだから自然とこういう浅くなってましたね。自然とこうなる。最初はその坂本選手みたいにちょっとこの横じゃないけど、うん、みたいな感じで使ってたんですけど、だんだん知らんうちにその浅くなっていってて、はいはいはい、気づけばもうその当て取りのグラブになってて。なるほどね。そんな感じです、ね、もう形はスラッカーだよね、うん、あもう本当スラッカーだよね、うん、コースもね。だから水のプロでは特殊かなと思ってて、うん、これ見てください。これいやたまにね水のこういう人いるんだよ。あ、そうなんですか。人たまにいるの。へ、逆らった使い方する人が土手紐ちゃんと抜いてね、うん、そうですね。広く使って柔らかくね、ここ3年間使ってもね、これまだまだ使えますもんね。ただじゃあ皮がだいぶ薄くなってるんですけど、球、うん、面が。でもさすが水のプロだね、これは。大丈夫、水のプロです。これ僕水プロ大好きなんですよ、実は。知ってます。もう水プロの大ファンっての。知ってました？嬉しいな。はい、水のプロですね、1個目。プロでした。よっしゃ。お、はい、出た。これ JB ですね。JB さんじゃないですか、うん。これあるじゃないですか、あの水もみスチーム？ウォータースチーム、ね。ウォータースチームかですけど。これなんか推奨されてるみたいなんですけど、うん、あでも自分はこれ本当に新品で購入して、はい、その一回も湯もみとか、せずに、はい、なんで練習とキャッチボールでずっと使っていく中で、はいはい、だから言ってしまったら何も片付けしてないのと一緒なんですよ。これですか。これですね。なんかこっちは先ほどのグローブと違ってつかみな感じがするんですけど、和牛 JB は本当にそのつかむ、はいはい、どちらかというとやっぱつかむっていうのが、うん、あちっちゃくてもつかむっていうのが多いグラブなんで、うん、なのでけど広く自分の場合なんで広く使いながらも、はいはい、そのしっかりここのウェブ下のポケットでつかめて、かつ、うん、ゴロはしっかりこっち側で当てて取れるようなそんな形に作ってます、ね、でも広いですよね。しっかり広いね。これなんかセカンド用ぐらいな感じですか。セカンドショートで多分使えるやつです。なるほどなるほど。でこれに関しては自分は本当にまだ育ててて、うん、もう購入してからこれもう 1年ぐらい経つんですけど、はいはい、そうなんだ。けど結構しっかり硬さを残して、うん、まあ、その自粛期間があって使う機会がなかったっていうのもあるんですけど、うん、しっかり硬さを残して、うん、そのじっくり成長っていうか育てていこうかなと思って。なるほどね。作ってる最中、うん、和牛ちょっと硬いですからね。あ、そうですか。だから JB は多分柔らかい方なんですけど、そうですよ。そうなんですよ、柔らかい方なんですよ。え、そうなんですか。そうなんですよ。 JB は柔らかい方なんですよ。僕はなんか和牛はずっと硬いっていうイメージがあるんですけど、畠山とかそっちの方は多分硬い。トレジャー使ってたんですよ昔。その和牛はずっと硬いって言われてたんで。あ、JB は柔らかいんですか。宮崎県産の黒毛和牛使ってる。そうなるほど。俺ちょっと知らなかったですよ、これは、うん、なるほどね。勉強になりました。めちゃめちゃ柔らかいんです。なるほどね。いいですね。 JB は柔らかいらしいです、うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これですね、久保田スラッガーの型番が KSGT1 なんです。この前大井さんがあのオーダーしてたのと。そうだね、しましたね。型番ですね。僕これ専門外です。専門外。これ専門外なんですけど、もうこれ T1 って何なんですか。これ鳥谷選手ですか。鳥谷選手ですね。あ、なるほどね。まあ、今は多分違う型番使ってると思うんですけど。あ、そうなんだ。その以前はこういうの使ってました、ね、ひれー、これめちゃくちゃに広いぞ、これ。これに関しては本当にその、うん、昔結構前の大井さんのその肩付き、うん、いわゆるスラッガーとか、うん、あの大井さんが昔使ってた IP セレクトとか、うん、ああいうあのグローブの形を意識して作ったグローブです。なるほどね。なるほど。ヘビーユーザーじゃないですか。ヘビーユーザーです。めちゃくちゃに見とる。うん、これ何なんですかね。あのどういう掴み方するんですか、これは。何が正解なんですか、これは。まあ、スラッガーなんで、はい、面、そしてこの後ろのマークですよ。あ、ここ、うん、やっぱ当て取りなんですね。ですね。うん、なるほど。もう僕は外野手なんでね、まあ、あんまりこういう使い方しないんですけど、なんかユーボンさん、なんかいろんな方ですね、グローブ。そのグローブによって水野結構似てない。水野とこれはちょっと似てるんですけど、うんうん、なんか JB とはまた違った。確かに確かに、ね、さっきのやつ自分はそのまあ当て取りなので、ここでこっち側グラブのこっち側で取るのは、うん、こっち側で取るのはその変わらないんですけど、うん、そのグローブの特徴、
例えば JB だったらどちらかというと掴む系なので、なるほどなるほどね、しっかり JB はちょっと深めに作ったりとか、でもスラッガーとか、まあ、この水のプロはちょっとちっちゃめっていうのもあるんですけど、なるほどね、しっかりちっちゃいグラブはもう合わせて押して浅く使っていくっていうのが使い方のしてるんで、ね、もうグローブの特徴それぞれ生かしてね、良さ生かしてで片付けしてると、はい、素晴らしいね、これは素晴らしい、はい、スラッガーです。はい、続いてこれジームスなんですけど、これめちゃくちゃ使い込んどうじゃないですか。しかもラベル青だよ。いつのジームスですか。これわかんないですよ。これ自分の高校の同級生のキャプテンの子からもらったんで、うん、わかんないんですけど、これは今相方のイクボが使ってますね。そうなんですか。これはオーダーですかこれ。わかんないですよ。なかなかオーダーっぽいですね。ねえ、なんかでここに指当てもついてるんで。うん、確かに。じゃあオーダーじゃないですか。多分オーダーなのかなと思うんですけど。ですね。ちょっとこれもちょっとはめさせていただきます。これ掴みなんですね。今キャプテンが使って、キャプテンがその外野もやってたんで、これで。あー、これだから多分掴みのあったと思うんですけど、うん、こんな感じ。もうこれに関しては数十年前ぐらいのグローブの感じに見えますけど。そうですね、うん、ここ最近ではないですね。ね、このラベルがめちゃめちゃ青、水色でめちゃかっこいいんですけど、これ見たことないんですけど、これ見たことないですね。自分もこれ初めてですね、うん、すごいな。僕ジームさんも知らないんですけど、多分ジームスの中でちょっと皮結構分厚い方だと思うんですよ。分厚いですよねこれ、確かに、うん、まあ、多分それも多分ちょっと前のものかなと思いますね、うん、確かに。もうこの部分見ていたら分かるんですよ。太いんですよね。太いね、うん、ちょっと昔のグローブ感あるね。そうそうそう、だから多分これサードでやるにはぴったりなのかなと。確かに確かに確かに、うん、だから多分もしかしたら今後サードするかもしれないんで、うん、その時に使おうかなと思いながら。なるほどね、うん、ジームス、はい、ジームス、ありがとうございました。うん、さあ残すところあと2個ぐらいかな。うん、おっと、まず自分これですね。なんやこれは。これなんやばい。これですね、このファルコンのグラブなんですけど、もうこれあのいわゆるホームセンターで売ってるようなグラブなんですけど、うん、もう自分の場合はこれをトレーニンググラブとして使ってて、あ、いいね。どうですか。いや、いいですね。似合いますか。あ、いい、ピンク似合いますね。ありがとうございます。いいですね。めちゃくちゃちっちゃいですねこれ。これやばい。練習で使ってどんどんここでしっかり取る。あ、ファルコンもこれ使い分けてるんですね。本当にもうここもうここでしか取れないんで、このグラブは、うん、なのでここでしっかり取るってことを意識して。あ、ここですか。ここで取ることを意識して、うん、なるほどね。まあ、トレグラっすよ。だからトレグラってやっぱトレグラって言っても高いじゃないですか。1万、うん、まあまあそうだね、ぐらいするじゃないですか。けどこれだったら1000円あれば買えるんで。なるほど、確かに。もうリーズナブルにトレーニンググラブ使えるかなと思って。いやいやいや、これめちゃくちゃにちっちゃいじゃないですか。派手だしね。手と一緒ぐらいだよ。むしろ手よりちっちゃいよね。俺もこうですからね。手袋ですね。ね、なるほど、ファルコン。はい、ファルコン。さあ最後が今回のメインらしいですよ。あ、マジっすか。はい、これゴリスポさんに使ってぜひ使っていただきたいなと思って。いやいや、これ何これ、これなんすか。これがあのミズノのグローバルエリートの外野用のトレーニンググラブです。外野用のトレーニンググローブなんかあるんや。ありますね。何これ、しかも黄色やし。黄色です、ね、バラない。バラないです。いや俺ゴリラちゃうし。いやいや、バラないや。もう選びました。あ、ありがとうございます。あ、気遣いですか。気遣いです。なるほどね。え、これ指が長いのね。これすごいですねこれ、うん、俺これ見たことないですけど、見たことあります。ネットではある。あるんかい。けどあのない、本物はない。あ、マジ実物はない。なんかここと、そうそうそう、ここと、うん、ここが長いんですよ。長いですね。で、ここはなんか普通の内野手用のトレイグラと変わらないっていう感じなんですけ ど、うん、ウェブは外野手っぽいね。確かに、うん、どうですか。どうですか言われても、トレーニンググローブです。トレーニンググローブですか。これもやっぱりそうなんですよね。ここでしっかり外野手でも、うん、ここのしっかりここの補給面ここでしっかり取るっていう。ここでしっかり、だから外野手ってどうしても奥で取りがちじゃないですか実際、うんうん、まあそのフライとかライナーならまだいいんですけど、うん、外野手ってフライ取ってもすぐ投げなきゃいけない、タッチアップの時とか、うん、確かに投げなきゃいけないんで、うん、しっかりここの取って、うん、そのすぐ取ってから投げれるっていうのを意識することも大事ですし、うん、そのでも外野手ってここ結構ここからここに当てて落とすっていう人いっぱいいると思うんですけど、うん、握り返するには多分ここで絶対パチンで普通に取った方がいいと思うんで、こういうちっちゃくて、うん、でもここがしっかりあるから外野手っぽさ当てて、まあなるほど、うん、あ、ほんまパカパカできますね。これあれですよ、ゴリスポさんに守備練習をしろってことですよ。あ、俺がもうぜひぜひ使っていただきたいなと思って。あ、やりましょうか。やりましょうか。やりたいですね、それもやりましょう、はい、やっていきましょう。どういう練習がいいでしょうね。もうまあ自主練ですよ、要はもう言うたらパッパッって感じですか。いや、普通にやればいいんじゃないですか、まず。あ、普通にやりましょう。まず普通にいきましょう。じゃあ僕の大得意のクローホップからいきます。いきましょう。よし、ほっ、あ、いいね、いいね。しょー、いいね。どうですか、補給面の広さは。いや、狭いっす。狭いっすか。めちゃくちゃ狭い。ほっ、ほっ、しょー、いい、いい練習だ、これは。いい練習。うん、ほい、よし、わー、これだよ、これ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 、わー。
これが多いんだ外野手は。捕球面に頼らずに、うん、もう手のひらですよ。なるほどね、はい、もう一回いきましょう。この感覚はなかったっす、うん、もうしっかり手のひら、よし、ガチッと、うん、おっ、おっし、あ、いいね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 、いい捕球感ですね、うん、これ手のひら感覚でね、手のひら感覚、超手のひら感覚、もう最強だよ、これこれやばいっしょ。フライいきますか、フライフライいきましょう、はい、ほらーい、オーケー、よし、あ、いい、オッケー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 、よいしょ、いいね、オーライ、高い高い高い、おいしょ、いいよ、前前前前、よっしゃ、オッケー、ラストバックホームいきますか、バックホーム、よいしょ、チャージチャージ、はい、あー、いい入り、オッケー、よいしょ、よっしゃ、見て、疲れた、練習になります、なりますよね、もう外野手ってこんなちっちゃいから使うことないですか、ないっすね、まずいい練習になりました、ありがとうございます、うん、ゴリスポの練習会になるという、はい、ありがとうございます、素晴らしい企画でした、嬉しい、うん、どれが一番ゴリスポ的にお気に入りでした、今回の紹介してもらった中で、まあ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 練習になると言ったらさっきのバナナグローブ、バナナグローブね、ですけど JB かな、 JB、 うん、おー、 JB が一番、うん、好きというか、まあ興味が高い、まあ、好きというか僕掴むんで、うん、やっぱ一番掴むの僕の理想の形に近いの、うん、近いのは JB でした、なるほどね、うん、はい、っていうので今回紹介してもらいました、はい、ありがとうございます、なんかうちのチャンネルみたいになってるけど、ありがとうございます、はい、乗っ取り企画です、乗っ取り企画です、実は、はい、ということでね、こんな感じでゴリスポさんに、グローブをいっぱい見ていただきましたね、その自分の中ではその JB とかまだ育ててるんで、うん、そのまだ試合で一度も使ったことないんで、うん、どんな感じなのかな、だから他の人から見たらどんな感じなのかなっていうのわからなかったんですけ ど、 なるほど、ね、このし確かに水のプロとか、うん、スラッガーとは全然確かに型が違うんで、うん、そのやっぱり改めて自分がそのグラブとかその状況とかによって使い分けてるんだなっていうのは改めて分かったんで、お、なるほど、ね、勉強になりました、素晴らしい、まあ、さっき の、 あの1本目の動画が上がってると思うんですけど、あの守備練習したじゃないですか、なのでこのグローブでやってもう守備も多くなってグラブも育てて、うん、一石二鳥ですよ、そうですね、この冬ですよ、うん、この冬頑張りましょう、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ということで、ゴリスポさんにいろいろグラブ見てもらったり大江さんに指示を教えてもらったりいろいろ今回させていただきました、本当にありがとうございました、ありがとうございました、いや大変いろいろこのコラボを通じていろいろ勉強になったことがいっぱいあったので、いいコラボだったなと思います、はい、次機会あればぜひまたよろしくお願いします、お願いします、はい、はい、ということで今日の動画は以上になります、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします、それじゃあバイバイ。ありでした。ゴーリでした。ありでした。ゴーリでした。